んにょー、日本一カンドラ好きなモデルことコーちゃんのイムイだー、イエーイ。何かあの僕にも、おすすめとかあればぜひあのコメント欄に書いていただければ、あのめちゃくちゃ嬉しくて、参考にさせていただいて、それを見てしっかり皆様に情報共有もしたいなっていうふうに思ってます。今日ご紹介するのはですね、こちら、これから楽しみな最新作おすすめドラマ6選、イエーイ。今回6個に絞っておすすめさせていただきますので、ぜひこれ最後まで動画見ていってください。はい、それでは1つ目なんですけれども、こちら、スノードロップですね。やばい、これは絶対見てー一番大好きな、まあ僕の今あのファンクラブに入っている、ブラックピンクの、長女ジスが主演のドラマになってます。しかもこのジスの相手メインキャストがですね、あのチョウヘインくんになります。 DP だったりとか、あなたが眠っている間によくおごってくれる綺麗なお姉さんで、国民の年下男子というあだ名がついている俳優さんになってます。このチョウヘインくんとジスのラブロマンスということで、たまらない。もうこれは絶対的に今年一番の大フィーバーするんじゃないかと言われているドラマになってます。いわゆるブラックピンクのジスが初主演を、やるドラマということで、もう世界中が注目しているドラマなんですね。これがなんとネットフリックスとかユーネクストとかアマゾンプライムではなく、ディズニープラスで12月の19日に一応日本で公開されることになりました。韓国では18日の前日に公開されるそうなんですけれども、ディズニープラスでは19日公開なんで、もうチョンヘイン君とジスのラブロマンス、ある日ね、あのこう女子寮にこう飛び込んできたチョンヘイン君がですね、それをこうかくまう純粋なジスとの、キュンキュンなラブロマンスということで、まあ、これいろんな問題、政治的な問題ということでね、あのいろいろすごい問題あった中で、無事あのクランクアップしたということで、本当に嬉しく思います。なんでこれぜひ一番最初に見ていただきたいなっていうふうに思います。それでは2つ目なんですけれども、こちら、ある日ですね。これはあの韓国の、若手俳優ナンバーワン演技派と言われているキム・スヒョンさんが主演の最新作、最古だけど大丈夫、その次にがある日ということで、超韓国中、世界中を一応賑わしている、最新作になるんですけども、11月の27日、配信予定ということで、普通のこう大学生だったキム・スヒョンさんがですね、一夜にして殺人事件の容疑者にされてしまうと。それをこうかくまう、三流弁護士役としてスーウォンさんがですね、弁護士役として、出演されるんですけども、この2人が、メインのドラマになってまして、この2人が、こう一応夫とこう戦いながら、こう生存していくという、ドラマになってる、ヒューマンドラマになってるので、 Amazon プライムで一応全8話ということで、予定されているドラマになってます。まあ、なんて言ったってキム・スヒョンさんが出ると必ず大ヒットする、視聴率王子というあだ名がついてるぐらいな俳優さんのメイン作品になりますので、キム・スヒョンさん待ってましたよね。1年待ちました、本当に。なんでキム・スヒョンさんファンも待望の最新作のドラマになってますので、 Amazon プライム入ってない人は今のうちに入って準備しておいてください。3つ目なんですけれども、こちら、今別れてる最中です。出ました、男性ファンの皆さん、男性の諸君、待ってましたよ。男性人気ナンバーワン女優ソン・ヘギョさんが主演のドラマ、そして今飛ぶ鳥を落とす勢いで、もうネットフリックスから、Amazon プライム、もう全世界に韓国ドラマのですね、人気をこう得ている俳優さん、チョン・ギヨンさんが主演のドラマになってます。もう長身で爽やかな演技派ということで、注目されてる俳優さんなんですけれども、ソン・ヘギョさんとチョン・ギヨンさんの、ラブロマンスということで、ラブコメですね。ソン・ヘギョさんの役がですね、アパレル会社のチーム長、要はバリキャリの女性と、そのアパレルの、フォトグラファーをやられているチョン・ギヨンさんの甘く切なくしょっぱい酸っ
ぱい苦いとラブストーリーとなってるドラマ、テーマが一応別れということでちょっと切ないドラマになるんじゃないかなっていうふうに言われてます。4月28日にAmazon プライムで公開されるということで、結構これから Amazon プライムこの半年か、まあ来年ももしかしたら来年もAmazon プライム、Netflix にやっぱり対抗して韓流ドラマをですね一応持ってきているので、ぜひ今のうちに Netflix、Amazon プライム、これダブルで走らせた方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。なんでこれも見逃しなく見てみてください。4つ目なんですけれども、こちらギョイとジョイ、 2PM のテヨンさんとキムヘユンさんが主演のドラマになってます。ヴィンセントでももうよりアイドル感が抜けてですね、もう役者の顔になったテギョンさん、ヴィンセント・エダ1年ぶりの最新作になるんですけれども、まあ、約1年ぶりぐらいか。キム・ヘインさんはスカイキャッスル、そしてスノードロップだったりとかで一応出られてる若手の女優さん、25歳ぐらいだったかな、もう演技派な可愛い女優さんなんですけれども、この2人の一応時代劇ラブコメということでものすごい注目を浴びているドラマになってます。ただなんと楽天引きで日本語字幕なしの英語字幕のみしかやってないということで、配信予定がまだないドラマになってます。なんで一応英語字幕でいける方であれば楽天引きに加入していただいて見ていただけるのがいいかなと。最近のね韓国ドラマ結構楽天引きから結構入ってる可能性がありますので、楽天引きも加入されるといいんじゃないかなというふうに思います。これはテギョンさんがですね、一応あらすじとしては餃子屋をこうねやろうとする、目標を持ちながら、やっている公務員かなんかの役をやられてるんじゃないかな。そして対する女優キムヘインさんがですね、離婚して、離婚したんですよね。この離婚した後の、こう再出発を目指す、ポジティブな女性を演じられているということで、それがなぜか分からないけど時代劇とマッチさせて、やっていくドラマらしいんですね。なんでこの2つぜひ配信されたらもう日本語字幕出たら絶対見たいなというふうに思っている作品の一つになってます。それでは5つ目なんですけれども、こちらハピネス、くー主演がパランで大人気を得たヒョンシュクさん、そして元アイドルですよね、今でもアイドルか、 ZEA のヒョンシュクさんと演技派女優、国民的少女、国民的一応子役から成り上がっていたと言われているハン・ヒョジュさん、ビューティーインサイド W 遠いで有名になった女優さんなんですけれども、超かわいい女性と超かっこいい爽やかなヒョンシュクさんのダブル主演の近未来スリラードラマになってます。これ高層階 のアパートが一応舞台になってて、高層と低層に住まれているこのアパートが一応舞台になっていて、このね高層社会と一応低層社会にこう分断されたこの格差だったりとかをモチーフにしたドラマになってるそうなんですけれども、階級差別とこの人の心理を描いたドラマになってる、ちょっとスリラーチックなドラマらしいんですね。これも一応楽天引きのみということで、多分まだ英語字幕のみしかやってないので、日本語字幕出たら僕も見ようかなというふうに思ってるんですけれども、これも時期に多分来年ぐらいには入ってくるんじゃないかなと期待していますけれども、もうぜひ入ってきたら早く見てみてください。では最後、6つ目なんですけれども、こちら！静けさの海。くー！もうこれはですね、もう待ってました。小遊さんが主演のドラマになってます。スリラーファンタジーかなんかの、ドラマになってるんですけど、ネットフリックス限定で一応来月12月公開予定となっているドラマになってます。これ主演が小遊さん、ヘドゥナさん、イジュンさん、この3人がメインのドラマになってるんですけども、なんとこれ制作を手掛けてるのがですね、チョン・ウソンさん、私の頭の中の消しゴム愛のタリオで一役もう韓国で一番大人気と言われている映画俳優なんですけれども、このチョン・ウソンさんが制作をされている最新作のドラマ静けさの海、ネットフリックスで公開になっているので、もう最高に12月は盛り上がるドラマ満載になってますよね。この中の最大注目と言われているのはこのチョン・ウソンさん制作のコン・ユーさん、ペドゥナさん主演のドラマになってます。環境問題が一応舞台になっていて、なんかこの舞台のね、この
サンプル、疑問にされているこうサンプルをこう回収しに行く、精鋭部隊の役として、まあ、こう宇宙服みたいなのをこう着てね、演じられているコンユーさん、ペドゥナさん、イジュンさんということで、一応物語になっている舞台、大人気ですよね、今アメリカとかでもね。まあ、それが一応舞台となっている、あらすじになっているドラマになっているんで、これも見逃せない作品の一つになってますので、ぜひ見てみてください。以上、6つこの後、公開される最新作、韓国ドラマ一応おすすめさせていただきましたけれども、いかがでしょうか。僕はまずスノードロップ、そして静けさの海、ある日がですね、一応僕はこの3つ、まず先にバンバンバンと見ようかなというふうに思ってます。まあ、それ以外と楽天ビキだったりとか、まあ、ソン・ヘギョさんに関しては一応1月28日公開予定になってますので、それもお見逃しなく、これから先楽しみに、まだまだ韓流は盛り上がっていきますので、ぜひこれからも一緒に共に頑張ってみて盛り上がっていきましょう。以上、この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。アンニョー。